皆様ごきげんよう、この春新しくしたものはデニムを3本買いました。目白ドーベル役の久保田光です。よろしくお願いします。皆様ごきげんよう。この春新しくしたものは前髪です。目白ブライト役の大西彩香です。よろしくお願いいたします。皆様ごきげんよう。この春新しくしたものは人生です。目白アルダン役の相澤さやです。よろしくお願いいたします。そこそこパカライブ TV は馬娘プリティダービーの出演キャストがそこそこ集まって、そこそこのトークをそこそこの取れ高で収録したまったり自由な番組です。今回は私たち目白家の3人でお送りします。目白家ですわ。よろしくお願いいたしますわ。感想やコメントはハッシュタグパカライブ TV をつけてツイートしてください。またパカチューブのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。ということで始まります。やめどきが分からなかったね。始まる前にね、はい、ご機嫌ようで始めましょうってことだけは、はい、裏で秘密に。目白家といえばそうですよね。お嬢様気高くお上品な感じで、ね、今日のお衣装も目白家といえばのカラーリングなんですよね。そうですね、私ちょっと緑を意識してきたんですけど、ちょっと押し板みたいな。押し板ここのね、こっちのね、押し板、押し板の方の色になってしまってちょっと困惑してますけれども、あやかちゃんも、あ、そうだ、あやかちゃんとかさゆちゃんって呼んでもいいんでしょうかって、ちょっとなんとお呼ばれされているの皆さん。私は同期からはヒカリンか、お友達からはヒカリとかそのまま呼ばれてるんですけど、ヒカリンでよろしいかしら。あら、もちろんでございますよ。ヒカリン、お願いいたします。嬉しいです、ありがとうございます。あやかちゃんは、私あやかちゃんって呼んじゃってるけど。そうですね、一番でも多いのは大西って呼ばれることが大西多いので、そちらで呼ばれるか、あとオニティがとてもオニティ気に入っておりますので、よければオニティに変更してもよろしいでございましょうか。オニティ、とんでもございません。お好きに呼んでいただければ。ありがとうございます。オニシって呼ぶと2人振り返ってくれますからね。お振り返りになるから、お振り返りにも。私は、なんて呼ばれてるんですかね。サーヤンって呼ばれることが一番多いです。サーヤン、じゃあサーヤンでもよろしいでしょうか。あ、じゃあオニティとサーヤンと呼ばせていただきます。はい、ちなみになんですけど、オニティとサーヤンが馬娘 の、 あの映像としては初めて出演なさるということをちょっと小耳に挟んだんでございますけども。そうなんですよ。どうなんでしょう、ね、出演させていただけてすごい嬉しい気持ちでいっぱいでございます。目白ブライトとしてこうやって皆様にお会いできるのにすごい緊張してるんですけど、とってもとっても楽しめそうな気がいたしております。今日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。私もですね、こんなね初めてなんですよねとか言ってるんですけど、3回目だし、あの MC なども初めてでございますので、よろしくお願いします。そうだ、私ちょっと最近新しくしたもので気になってたんですけど、サーヤンの人生っていうのは壮大すぎてちょっと想像がつかないでございますけど、私事になるんですけれども、はい、3月で大学を卒業しまして。わあ、おめでとうございます。ありがとうございます。それで、あの学生じゃない人生を送るのが2歳ぶりぐらい2歳ぶりぐらいなので、もう人生新しくなりました。社会人として、あの社会に貢献していきたいと思います。もう十分。でもオニティは前髪を新しく。そうなんです、パッツンではあったんですけど、2日前ぐらいにちょっとまたこう栽培いたしまして。ご自分で栽培、はい、ご自分でちょっと栽培させていただきます。なんか水あげたりする栽培して伐採ってことで。しましょう。なるほど、上手ですね、なんか切るの。ずっとこうやって切ってたんですけど、なんかマネージャーさんにお話しいただいたのが、こうじゃなくてもうこういっちゃった方がいいよって言われて、やってみたら上手に揃いました。よかったです。ナイス。マ
ネジメント私自分で前髪切ると増えていくんですよ前髪が。あのなんかこれも前髪だろう、これもそうだろう、そうなんだろうって言ってそうなんです。こうなっちゃって、であのちょっと美容師さんに幅がお広いですねって言われて、目白家の専属美容院か何かですか？広いなんです。で伸ばしてるかけらの前髪たちがちょっといい具合に伸びてまいりまして、ヒカリンはデニムを3枚、はい、ちょっとデニムをですねこの春3本買いまして、一つ何にも関係ないものを買いに行った時に試着室に入ったんですよ、うん、そしたらあのズボンがデニムがかかっててですね、春 の, あの新作でおすすめなのでよろしかったらお試着のものと一緒に合わせてくださいみたいな感じで、ちょっとデニム履いてみようかなと思って履いたら、あらいいんじゃないって思いまして、衝動買いをしたんですけど、また後日母の買い物に付き合ってる時にですね、あのデニムがそこにございまして、そこにございましたか履いてみようかなと思って履いたんですよ、あらいいじゃないってなっちゃってで黒も履いてみようかと履いてみたらですね、あらいいじゃないっていう、あのもうあのリターンズいいじゃないっていうことになりまして買っちゃったんですよ。でもあなんかそういえば最近デニムを買ってるなと思って、お家に帰って自分が何本デニムを持ってるのか数えてみたら、あのその買ってきたものと合わせて合計で8本持ってて、おすごいデニム好きなのかもしれないってその時気づきました。いやその時気づいたそうなんですよ、あんま気にしてなくってですね、ついつい集めちゃったみたいで今収納に困ってます。どうしたらいいんでしょうか誰かあのハッシュタグをつけて教えてくださると嬉しいです。こういう使い方をしていいのかしらわからないんですけどそしてこの私たちも初めて来た、はい、そこそこパパライブ TV のセットなんですけど、はい、すごくないですか、もう一番最初こうドドーンと人参バーグが抱きつきたいですね。この人参は着脱可能なんですか？着脱可能なんですか？じゃあこの人参を引っこ抜いて自分の中に入ることもできる、入りたい久保田ハンバーグ、久保田ハンバーグにで誰でもハンバーグになれる、誰でもハンバーグになれる人参ってハンバーグだった。でたくさんこちら側にはアクスタがたくさんあって、はいはい、私たちが3人が並んでいます。こちらにあら本当だ、ドーベルブライトアルランが、うん、揃うと耳飾りの色が統一感あっていいですよね、うん、お清楚なお感じで本当にお清楚なお感じになって、そしてボースイベントのグッズとして八重の無敵のアクリルスタンドもあるということで、はい、はあ、昨日実装されたばかりの、ですよね、皆さんゲットできているんでしょうか。はい、私イケメンな馬娘が好きで、うっかりと八重の無敵ちゃん欲しいです。そしてこの言わずにはいられない大きなポスター、はい、これグッズなんですよね。お何センチあるんだろうって見た時から気になってたんだけど、これお家に飾ったら結構壮観ですよね。確かにもうカーテンにしたいレベルですよね。確かにカーテンになりますよね。のれんになりそうですよね。あ、のれんですね。確かになんか後ろのリボンの色が違うだけで結構感じも変わって、北さんブラックちゃんなんてもうかっこよさと可愛さが相まってって感じですよね。ブラックブラックということで今回この3人で始めていきましょう、はい、そこそこパパライブ TV 出走です。そこそこパパライブ TV、まず最初のコーナーはそこそこ裏話です。今だから言えるあんな話やこんな話、収録やイベントの裏側など今日は何でも話していきたいと思います。おーい、ちょっと気になってたんですけど、目白ブライトと目白アルダンって割とあのオーディション、他の方の話を聞いてるとオーディション受けてから実装とか稼働するまでに結構早いっていうイメージがあるんですけど、おー、どうなんですか、オーディションとかっていつ頃受けられたんですか？私はゲーム実がもう出る前にオーディションは受けてました。そうだったんですか？そうなんです、なんか前から決まってて。あ、そうだったんですか。はい、だからもうアルダンが実装されるっていうのは私はオーディションに受かって知っていたので、もうゲームをリリースされた当日から始めてずっとジュエル貯めてました。天井できる
くらいにはもうジュエルが溜まっている状態でもうアルガンを引いてもう貫突するっていう貫突されたんですか？しました。すごい。私育成の方もサポカもしました。どっちもしました。すごい。いつもアルダンさんのサポートカード使わせていただいております。 ありがとうございます。私もアルダンさん使わせていただいてます。私はですね、本当4年前とか結構はるか昔になるんですけど、もともとは目白ドーベルじゃなくて事務所さんからいただいてたのはアドマイアベバーで受けてたんですよ。でアドマイアベバー受けてて、当日スタジオでこちらも受けてみませんかっていうことでいただいたのが目白ドーベルで、そうなんです。初めはもしかしたらアドマイアベバーの人生もあったのかもという感じでですね。すごい。当日に運命の出会いを、はい、そうなんですよ。されたわけですね。可愛いと思っていただいて、まさかもう目白っていう名前のつくキャラクターが他にもたくさんいるっていうのももうその時は知らなかったですし、お嬢様とは一応書いてはあったんですけど、こう目白家っていう感じでっていうのは知らなかったので驚きで。じゃあ一番ブライトちゃんが割とオーディションから稼働が良かった。お二人のお話聞いてると一番多分早いで、去年の5月にオーディションを受けさせていただいて、そのままその年の11月に実装っていう形だった。半年後ぐらいに。オーディションで一番印象的だったのは、普通にブライトのお役いただいてやってたんですけど、その前にフリートークみたいなのがあって、お兄さんお酒好きですよね。急に好きです。急に何のお酒が好きか第3位から発表していってくださいって言われて、どうしようどうしようと思って、3位はジムビームです。第2位はジョニーウォカの赤です。なんか第1位は角銀ですって言ってオーディションを受けました。すごい。え、すごい。それで受かった。それで受かった。すごい。お酒ですごい。ちょっと意外だった。大好きです。ということで、この放送日は4月20日ということなんですけど、4月1日エイプリルフールにですね、はい、我々目白家のようこそ目白家のアフタヌーンパーティーへという催し物公表されているはず。はい、撮影をしましたね。なんですけれども、そうですね、あと目白参加、はい、歌いましたね、はい、ソプラノアルトみたいな本格的な合唱というか、もうキャラさんとして合唱なんてなかなか歌うことないじゃないですか。めちゃくちゃ難しいし、歌詞も印象的でしたよね。結構光の子たちって私たち光の子だったんだって初めて知るっていう。歌詞をよく見ると奥深っていう。本当にそうですよね。歴史の深い一家の一員を演じさせていただいてるんだわっていう。いろんなレースのことにこう思いを馳せて、ブライトだったら天皇賞春とかですけど、こういろんな思いがこう乗ってる歌詞だなと思うと、最後の明治色もなんかちょっとうるっと最後鳴りながら確かにローって感じです。どんな風に意識されて歌われましたお二人？でもあのレコーディングのディレクターの方から、こう明治郎のサビはもう噛み締めるように一つ一つ歌ってください、明治郎っていう感じで頑張って踏みしめて、私は目白なんだと、目白の一員なんだっていう気持ちで歌って、でもあの合唱というよりもキャラっぽくというのオーダーだったので、もうキャラっぽく、でも私は目白よ、目白ドーベルよ、歌いますっていう気持ちでやらせていただきました。やっぱこうおっしゃる通り結構ハードな収録で、目白ブライトさもあり、なおかつこう合唱さもありっていう、その掛け混ぜ方というかが新しい境地だったんですけど、その終わった後に作詞家の方が声かけてくださって、目白参加の最初の方の歌詞は実はブライトのそのキャラクターストーリーをちょっと意識してるんですっていうことを聞いた時に、いや本当に素敵な曲を作っていただいたなって、こうそれに見合うような歌をこう歌ったつもりですので、ぜひ皆さんももう一度聴いていただくと幸いでございます。あ、撮影時のお写真も用意していただいているということで、はい、こちらが全員集合私服写真ですね。
あ、これすごいですよね。ゲームに実際に実装されているキャラの私服を再現していただいて、スタイリストさんに。そうなんですよね。すごいですよね。ウマ娘としてキャラクターの私服でお写真撮ったりとか何か出るっていうのは目白家が初めてなんじゃないかなって、なかなかないですけど、ね、そうですよね。このスイーツに夢中なマックイーン、かわいい、かわいい。ロベルもね、紅茶お詳しいから、こうやって紅茶持ってらして、でこのスイーツとかが本物なんですよね。そう、置いてあるのが。 そう、そこでみんなで初めて集まって、うわいい匂いですわから始まってもそこからもうデスワコールそう、この現場デスワで会話してましたよね。なんか基本デスワで、もうなんかちょっと急にねいい匂いですわとか、ちょっと寒いですわみたいなあ、制服バージョン、制服バージョンの華麗なる一族って感じですよね。家族写真立派すぎる。この写真ありますよね。すごい。お花の位置も何度も調整していただいて、そうですよね、どの角度が一番優雅に見えるかあ、これはかわいい。アルダン、階段で撮らせていただいて、カメラマンさんからのディレクションが、朝起きて階段を上っていたら目白家の人に会うっていうあら、おはようございますっていう感じの、出てます出てます出てますあら、ダメですかっていう感じの、ご機嫌よう感が出てます。ああ、これはドーベルです、ね、いい。これはですね、紅茶を飲んでほっと一息って言われてほっとした時の顔です。優雅ですわ。優雅にこの朝日を眺めながらっていうコンセプトで一応写真を撮ってるんですよ。めっちゃいい。これ学園に行く前の朝食みたいな。こちらも素敵な表情。アフタヌーンティーをちょっとたしなんでるブライターですね。そうですね、おやつのケーキがあって、いやもう目の前にその本物のお菓子がこうたくさん並べられてたので、もうどうしても食べたくって、こうずっとじっと見ているのをパシャパシャ撮っていただきましたあ、ペアの写真ですね。そうなんですよ。これはですね、2人でもう初めましてで割とすぐ撮りに行ったんですけど、どうポーズしようっていう困惑しつつ、ポーズもリボンもお揃いにしたくて、オニティの姿を白目で見ながら、こう私も手を真似した感じのドベルとはやっぱりこう関係性が深いので、ちょっとこうグッとくるものがそうですね、もうやっとやっと会えたねっていう感じもあって、今後目白家でやりたいこととかってありますか？もう一日密着みたいな。いいですね朝のおはようから。そう、お嬢様の一日ってどうなんだろうって。リムジンで投稿したりする。どうなんですかねもしかするとリムジンも、もしかするとリムジン乗り回してる可能性が。そうですね、いいですわね。なんかお上品な、なんかこといろいろしたいですわね。そうですね、なんかよくお花見とか、結構ドーベルのホーム画面でお茶会開いたりとかあるみたいで、パーティーとか結構文言が出てくるので、パーティードレス着ちゃったりして、あら、いいですね、いいですね。いや、この1回限りじゃもったいないですよね。確かに目白家の舞踏会的な。あ、素敵、いいですね。やってそう、普通にやってそう最も目白家っぽい演者さんってどなたか思い浮かぶ方っていますか？思いないんじゃないですか？おっといやでも私、オニティが目白家っていうかブライトっぽいなってすごく、あ、確かに分かります、思って、その目白家の撮影の帰り道が同じで、でじゃあこういう道で帰りましょうかって言った時に、オニティがかしこまりましたブライト普段から。そうなんですよ、はい、かしこまりましたかしこまりました。もうそれ聞いた時に、あ、ブライトだと思って、ありがとうございます、はい、でもなんかブライトのそのゆっくりというかのんびりしたところは自分とちょっと似てるなって思うことは多々ありますね。私もオニティかなって思ったんですけど、お酒のそう、あれ、そう、ね、お酒好きなんだってお酒のくだりが知ってと逆がでは以上、そこそこ裏話のコーナーでした。そして続いては、そこそこ振り返るウマ娘のコーナーです。ゲームのことやウマ娘周りのトピックについてお話ししていきます。育成ウマ娘星さん、ティアートペタル、西のフラワーちゃん、
ついに実装されたみたいで、かわいい。もうやっと実装されて嬉しい限りで、トレーナーの皆さんも待ってたんじゃないでしょうかと。そして SSR アウトフィッターズナンバーワンダイオスカーレットと SR おてんば魔女主導中スイープトーショーちゃんの2キャラが追加ということで、帽子取ってる、ちょっと垂れてるのがかわいいですね。髪の毛もこうやってなってるんですね、三つ編みの。本当だ、ほろっと帽子から、あれ帽子の下からいつもこう出てるんですよね。ちょびっとちらっと、ね、ちらっと見えてて、かわいい。そしてつい昨日ですか、はい、実装された育成ウマ娘、はい、星さん四白流星の重ね八重の無敵がついに実装されました。おめでとうございます。かっこいい、かっこいい。押すって押すって、はい、言いますもんね。八重の無敵ちゃんの一コマ漫画が本当に大好きで、あのおうどんを食べながらこう空気椅子で鍛錬してこう汗だらだらにしてる八重の無敵ちゃんあれがもう大好きだったんで、ぜひガチャで取って育成したいですね。汗だらだらにさせたい。汗だらだらにさせたい。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 温泉に一緒に行かないと。あ、行きたいですね。温泉とうまぴょんしないと。あのヤルノさんのストーリーにですね、あのメジロアルダンも登場させていただきまして、あの収録もいたしましたので、ぜひストーリーもチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。楽しみ。アルダン出るんだ。はい、そしてピックアップサポートカードが SSR。ターボエンジン全開宣言ツインターボと SSR 飛び出せきらめけアイネス風神の2キャラでございます。どっちもなんか勢いのある感じでいいですね。なんだか疾走感ありますね。確かに貫突するチャンスです。まだちょっとこのお二方のサポートカードはちょっと手に入れてないので、ぜひこのピックアップで欲しいですね。そうですよね。さて、いろいろとこんな感じで振り返ったところで、ここからはそこそこなお知らせです。まずは、うん、オニティお願いします。はい、フォースイベントスペシャルドリーマーズ横浜公演がピアアリーナ MM にて5月4日水曜日祝日、5月5日木曜日祝日に開催されます。5月4日のデイワンにはですね、大西と隣のヒカリも出走予定でございますので、はい、皆様よければご来場いただくと大変嬉しく思っております。よろしくお願いします。そしてアベマペイパービューオンラインライブ E プラスストリーミングプラスにて配信チケットを販売しています。そしてそしてフォースイベントスペシャルドリーマーズ公式パンフレットが現在注文受付中でございます。東京公演、横浜公演に出走するウマ娘キャスト50名の撮り下ろしグラビアなど豪華な内容となっております。皆さん、グラビア撮影はいかがでした？私、人生初でした。え？なんかこう、本当にメイクしてもらって写真を撮ってもらうっていうのは本当成人式以来と言いますか記念すべき。本当にもうバックンバックンで、パンフレットなんてあるっていうのも知らなかったので、確かにもうお話いただいた時、パンフレットみたいな感じになってて、パンフレットって何みたいな何するんだろうって思ってたんですけど、もうあのカメラマンの方とスタッフの方とメイクさんが、かわいいよ、いいよ、今って言ってくださって、もうそれを信じてもうのびのびと撮影させていただいて。お二方どうでした？撮影は。私はあのウマ娘の撮影自体はこれが初めてで、ウマ耳をつけたのもその時が初めてだったんですけど、私実は別の作品であのライブに出た時にウマ娘さんと共演させていただいたことがあって、ステージ上 でその時からあのキャストさんがつけてるウマ耳すごい可愛いな、私もいつかつけたいって思ってたら、あのアルダンとして役が決まって、やっと憧れのウマ耳がつけられたってすっごい嬉しかったのを覚えてます。さやさんと一緒で、その日に大西も初めてウマ娘のこのお耳をつけさせてもらったんですけど、お衣装を着た後に最後にこうウマ耳をつけさせていただくんですけど、衣装を着た時は可愛いな可愛いなって思ってたんですけど、やっぱこう耳をつけた瞬間にこう
ピーンと馬娘だって、電気が走った、馬娘になってるみたいな、こうテンションも上がって、そのままこう撮影に行かせていただいたので、こうルンルンな大西がパンフレットできっと見れると思います。楽しみ、楽しみ。たい。ではここで横浜公演に向けて意気込みを言っていきましょう、はい、まずは彩香ちゃん。はい、目白ブライタとしてトレーナーの皆様にお会いできるのはこのライブが初めてとなっておりますので、ブライトちゃんと同じくゆっくりゆっくりダンスもお歌も着実に奮闘しておりますので、楽しんでいただけたら大変嬉しく思っております。よろしくお願いいたします。じゃあ続きまして、はい、私はですね、3月に引き続き5月も出走させていただけるということで、3月で培った経験とキャストの皆さんから学んだ多くのことを生かして、5月の公演はもっとさらにステップアップしたドーベルをお見せできたらいいなと思っております。そしてブライトのオニティとライアンの橋さんも一緒に目白家今回3人出走ということで、非常に楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。では続いて番組出走のお知らせです。バカライブ TV ボリューム16が4月26日火曜日20時から配信します。出走者はご覧の皆様になりますので、お楽しみに。最後にさやちゃんお願いします。はい、ウマ娘プリティダービーウィニングライブ05が4月27日に発売予定です。ウィニングライブ05には We Are Dreamers をはじめ様々な楽曲が収録されます。さらにウマ娘プリティダービーウィニングライブ06も同日発売予定でございます。ウィニングライブシリーズ初のサウンドトラックとなり、バラエティ豊かな BGM が CD2 枚組のボリュームで収録されます。初回生産分限定特典としてウィニングライブ05、06の連動で行われるリリースイベントの視聴シリアルコードが入っております。そちらの視聴にはウィニングライブ05、06、2つのシリアルが必要ですのでご注意ください。さらに期間生産限定特典としてゲームアイテムと交換できるシリアルコードがそれぞれ入っております。皆さんぜひゲットしてください。以上そこそこなお知らせでした。続いてはそこそこやりたいことのコーナーです。私たちがこの番組でそこそこやってみたい、見てみたいコーナーを考えちゃいます。いいアイディアはそこそこなプロデューサーが実現に向けて動き出すとのことです。皆さんいかがですか？合唱コンクールやりたいです。おお、いいですね。目白それを歌うために。いいですよね。なんか他の普通の We Are Dreamers とかそういう楽曲も合唱曲風に馬ぴょい伝説とか編曲して、走り出しふふーってなんかいいですね。ピアノ伴奏で誰かついていただいてね。なかなかもうまた全然違ったものになる予感しかしてないんですけれども新しい試みですね。馬ぴょい合唱バージョンはちょっとちょっと聞いてみたいですよね。聞いてみたい。ホニティいかがですか？なんか過去に馬娘のだらけの運動会がっていうお話も聞いたんですけど、私は馬娘だらけの文化祭もやりたいなって思ってて。あ、めちゃくちゃいい。結構アニメとかゲームの中で馬娘ファン感謝祭みたいなのが盛り込まれてると思うんで、それに近い出店出したりとかミニライブしたりとか小栗さんの大食い対決とか、なんかそういうのできたら楽しそうだなって思って考えてきました。うん、めっちゃいいですね。人参焼き、人参焼き食べたいんです。あ、美味しそう。私はですね、あの馬娘ってキャラたくさんいるじゃないですか。ちょっと私のやりたいことの名称がよくわからないんですけど、人文字っていうんですか、人間文字っていうんですかね、こう人がこう立って上からあの見ると文字になってるっていう、たくさんいる馬娘のキャラクターたちで馬娘って上空から撮るどうですか？あ、なんかいい、ね、面白い。もうできたらプリティダービーまで、プリティダービーとかもっとキャスト増やさないと。スタッフさんも全員総出でプリティダービーまで含め
したら、ね、そこまでいけたらあのアプリの一番最初のあの文言が一文字になってるっていう。あ、よく見たら変えて、ロゴ変えちゃった。ロゴが人になってるって。娘のロゴを変えること。いいですね。はい、でもアルダンとしてはやっぱソロ曲を披露したいです。そう、先月発売されたばっかりで、楽しい。いつかしたいです。いや、絶対ありますよ。すごい壮大です。すごい素敵に作っていただいた曲なので、ぜひ聴いて待っててください。いつかの日のために楽しみにしてます。ということで、そこそこやりたいことのコーナーでした。イエーイ。続いてはそこそこ継承トークです。前回の出走者が決めたテーマ、そこそこ〇〇な話の中からテーマを選び、1人ずつトークを行い、最後に次回の出走者が話すテーマを我々で決めるというコーナーです。ちなみに前回上がったトークテーマはこちらです。そこそこ当たってた占いのこと、そこそこ極めたい話、そこそこ尊い話の3つとなってます。ではどれからいこうかな。私いいですか。あ、どうぞ。あのそこそこ当たってた占いの話、私占いとか結構好きなんですよ。自分で行ったりとか、その自分が希望して自分の番組にゲストとして占い師呼んでいただいたりとか、でその時にあなたは都会の星が入っています、都会の星って言われて、私あの田舎とか自然とか好きなんですけど、家に帰りたいって思う派なんですよ。なるほど。そう、でそれをそのまま言われて、すごい。そう、あなたは都会から逃げ出せないみたいな結構すごい都会の星が入ってるから私こんな思いを持っていたんだっていう。確かにそう言われたら納得せざるを得ないというか、なんか嫌いじゃないんですよ、うん、もうそういうもんなんだって思えるというか、そう、あ、そうなんだっていう、すごい自分の中で納得した驚いた話でした。でも実は私もこの中だとそこそこ当たってた占いのことをちょっと話そうかなと思って、最近通い始めた美容室があるんですけど、1回目行った時にちょっと11月ぐらいに行って占いを見てたんですよ、なんか雑誌の。そしたらこうラッキーデーとかあるじゃないですか。その時にちょうど11月だったので12月の運勢とかが書いてあったんですけど、ラッキーデーのその日付に出張版パカライブ TV の日が入ってて、こんなことってあるんだなんて思いながら、その時は忘れてたんですけど、前回2月に行った時、あのラッキーデーが何個か書いてあって、その3つのうちの1つに3月5日の私が出走するライブ日が入ってて、もう1つが私の誕生日だったんですよ。なんかすごい、こんなことってあるんだと思って、うん、こうなったら次もう一回行った時どうなってるのかなと見なきゃなと思ってるんですけど、すごい当たるんだなって、すごい、すごくないですかこれ、うん、オニティどうですか。オニティはそこそこ極めたい話なんですけれども、うん、あのブライトの情報が解禁されたと同時にツイッターを始めさせていただいたんですけど、自撮りの仕方がちょっとよく分からなくて、今研究してるんですよ。情報によると角度が魅力的な角度と魅力的な表情が必要らしいんですけど、うん、なんかコツとかってあるんですかね。そのままでも十分魅力的ですよそれ以上です、ね、じゃあそこの人参使って後で練習しましょう確かに、いいそれ練習しましょう、あげましょう、ツイートしましょう、撮ったらぜひぜひ、この私も知りたい、どうやったら極めたいです、ぜひ極めたいですね。では次回に継承されるトークテーマを決めちゃいましょう。まずは私からいきます。じゃじゃーん、そこそこヒヤッとした話、うん、昨日なんですけど遅刻する夢を夢見まして、今まで自分が声優としてお仕事してきた中で、あの初めてだったり慣れないなって思ってるお仕事があったりする前日とか2日前って大体遅刻する夢を見るんですよ。わかる、わかります、見る、見ますよね。だっ違う今日じゃないみたいなもうびっくりしちゃって、もうそういうヒヤッとした話もう皆さんたくさんあるんじゃないかなと思って、次回の方に継承していきたいと思います。続いてオニティお願いします、はい、じゃん、そこそこ
恥ずかしかった話、この間なんかお食事した時に外国人の方と店員さんの方がこうお話しされているのを見て、ちょっとなんかこう会話がうまくいってないような感じだったんですね、でなんか助けてあげなきゃって思って、こう優しい、そう、 May I help you? って言ってこう英語で喋ったら日本語喋れますってめちゃくちゃ恥ずかしかった。なんか助けに行く精神がすごい、もう偉いです、困ってると思って、自分もそんなに英語喋れないのにこう拙い英語で言ったら激沈いたしまして、ちょっとそこそこの度を私はちょっと超えてたんですけど、そういう話ちょっと聞きたいなと思って出させていただきました。はい、じゃあ続きまして私愛沢はこちらです。そこそこ痛かった話、これはあのね、次の方次第でございます。物理的にでも、休憩でも、中二病的でもいける。はい、私はあの中、アニメオタクだったので、昔から中学校とかにアニメキャラのあの独特な髪型とかして投稿してましたね。そんな時期もありました。すごい好きなキャラクターがちょっと現実世界ではんっていう感じの、アニメだからこそ再現できる髪型ってあるじゃないですか。まあ確かに、あれを朝頑張ってやって投稿してたり、かわいい、かわいい、いろんな髪型してましたね、あの頃は。なんでアプリするんですか。いや、そんな話をね、キャストさんからも聞けたらなって思います。はい、ということで次回のトークテーマはそこそこヒヤッとした話、そこそこ恥ずかしかった話、そこそこ痛かった話、この3つに決定です。次回の出走の皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、そこそこ継承トークでした。さあ、あっという間にエンディングのお時間です。皆さん、今日はいかがでしたか。楽しかったです。楽しかった、ありがとうございます。また目白3人で揃えたのもすごい嬉しかったですし、話し足りないです。もっともっとキャラについても話したいこといっぱいありますし、あともう楽しかったです。引き続きよろしくお願いします。そして2人は横浜公演頑張ってきてください。ありがとうございます。はい、私はもう初めてこう MC みたいな感じでちょっとお話をさせていただけて、いい経験になりました。ありがとうございます。もう家族だったから家族です。少し落ち着いてできました。オニティどうでした。お二人のお姉様方にこう囲まれてゆっくりゆっくり喋らせていただいたんですけど、今日は、ね、この3人でおしゃべりさせていただいたんですけど、また違う目白家のパーティーでこういろんなお話できたら、もっとこう広がって楽しくなるんじゃないかなって感じました。次ね、あのマックインさんとライアンさんとファーマーさんで出てるかもしれない。入れ替わり目白家、入れ替わり目白家ありえますよね。もう目白家がこの番組乗っ取ったみたいな。確かに。ということで、トレーナーの皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。番組への感想やコメントなどありましたら、ツイッターでハッシュタグパカライブ TV をつけてツイートしてください。今後もパカチューブチャンネルでは様々なコンテンツをアップしていく予定なので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回のそこそこパカライブ TV もぜひご覧ください。せーの、バイバーイ。